皆さん、こんにちは。究極生命体、マンちゃんです。どうも、私だよ。マンちゃん生きてたんだね。ギリギリ生きていました。決して打ち切りを食らったわけではないですよ。ん？打ち切り？というわけで、今回は打ち切り漫画レビュー第1弾と題して、とある打ち切り漫画をご紹介したいと思います。また唐突な始まりだけど、打ち切り漫画か、気になる気になる。教えて教えて。というわけで、このチャンネルでは、漫画やアニメのあれこれをお話ししていくチャンネルですので、興味ある方は登録よろしく。では行ってみましょう。はい、本日紹介する打ち切り漫画は、週刊少年ジャンプにて連載されていたジャンになります。ネット各所で、様々な取り上げ方をされているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか？今回動画作成にあたり読んでみたのですが、これはなかなかに、と、舌もうなる絶品の打ち切り漫画だったので、レビューしていきます。簡単に作品情報ですが、杉田直也先生により、週刊少年ジャンプで、2006年に18週にわたって連載されていました。打ち切り漫画としては、おそらく平均的な連載週数だと思います。まずは1話目をご紹介します。1話目となる、一たち、ザンでは、まず、漫画の世界観から説明されます。現代日本での世界観で描かれる漫画かと思いきや、サラリーマンから芸能人、はたまた、高校生までもが、平然と、腰に刀を携えているという、豊臣秀吉のご立腹の、刀がられない世界観なのです。法律においても、両者合意の上での真剣勝負であれば、人を切っても罪にならないとのことです。切り捨てごめんってレベルじゃねえぞ。はい。そんな世界観が語られた後、同行中の主人公、村山さんが登場します。愛読書である、週刊侍王を夢中で読みながら歩いていたさんは、正面から歩いてきた不良に気づかずぶつかってしまいます。必死に謝罪するさんを無視して、激高した不良は刀を抜き、真剣勝負が展開されます。主人公の同意なしに戦闘開始とか、ポケモントレーナー並みに振ってる低いな。この程度で、命のやり取りが開始されるとか恐ろしいですよね。ただ、江戸時代には、武士同士の鞘が当たった程度で、斬り合いに発展することもあったらしいから、意外と、史実に、忠実な設定の世界観なのかも。で、このひ弱な少年、ザンは、恐れるあまり、目をつぶりながら、剣を適当に振り回します。そして、その一撃が不良少年に直撃して、不良少年は、真っ二つにかと思いきや、天高く吹き飛ばされるのでした。そう、ザンの持つ刀は、剣舞刀といって、あえて切れないように研ぐことで、高度と重量を増加させ、切れ味を捨てて、破壊を目的とした刀だったのです。ということが、不良少年 B の駒を埋め尽くさんばかりの説明台詞で語られます。あ、要はザンバ刀的なことね。この手の武器は、じゃあ鉄パイプでよくね？って思うんだけど、主人公の武器が鉄パイプってわけにもいかないからね、ビジュアル的に。どうやら、もともとは、普通の真剣を持たせるはずだったみたいですが、主人公が真剣で人を切りまくるっていうのは、ジャンプ的にもまずいと思ったのか、土壇場で変更されたみたいですよ。後書きに書いていました。ところ変わって、ザンの通う学校にて、本作のヒロインの登場です。ザン曰く、見たこともないレベルで可愛いというヒロインの月島さんなのですが、それがこちらです。残念ながら見たこともないレベルの美少女の表現に、作者の画力が追いついてね。そんな他のクラスメイトからも、アイドル並みと称される美少女、かっこ、笑いの月島さんなのですが、彼女も刀を持っているのです。剣の腕もそれなりのようで、転校してきたばかりで、いじめられがちなザンを守ってあげると宣言します。ヒロインに守られる主人公情けないぞ。ですね。そして、情けなさからか、屋上で一人涙するザン。そこで、ザンの心情が吐露されるのですが、ザンは、剣豪であった亡き父の背中を追い、父のように強くなることが目的のようです。最強の剣豪であった父の死因など気になるところですが、この伏線が回収されることはありません。そうこうしているうちに、月島さんにザンをいじめていた男からの果たし状が届き、その男と真剣勝負が開始されるのですが、
突如、月島さんの彼氏を名乗る狂人が横入りしてきて、男を瞬殺し、月島さんをも葬り去ろうとします。ここでザンの登場。ヒロインのピンチに勇気を振るい現れるのです。あとは、ジャンプの主人公のテンプレに習い、突如覚醒状態に入って勝利を収めるのでした。はい、ここまでが第1話です。世界観の説明から、ヒロイン登場、そして、ヒロインの危機、そして、主人公の覚醒まで描いてて、第1話としては、お手本みたいな流れなのでは？そうですね。全員が対等しているという世界観はぶっ飛んでいて好きなんですが、最後まで読んだ結果、残念だと感じた点が3つあります。画力があれ、王道すぎる、謎理論が多い、というところです。どういうことだってばよ。一つずつ説明しますね。一つ目、画力があれについては、改めて、月島さんのビジュアルを見てもわかるように、美少女を称するには、あまりに画力が追いついていないということです。ギャグ漫画なら、このくらいの画力でも、逆に面白いくらいのレベルかもしれませんが、本格バトル漫画で、この画力は、ちょっと、というのが正直な感想ですね。戦闘描写も、とてもわかりづらいです。二つ目、王道すぎる。これについては、話の流れが本当にテンプレ通りなんですよ。1話以降の展開ですが、ライバルの出現、敵勢力によるヒロイン拉致、からのヒロイン救出編という、金太郎飴方式のテンプレ展開です。また、主人公の勝利パターンが、主人公のピンチからの覚醒による逆転勝利一辺倒なのも読んでいて、少し飽きてしまうところでした。3つ目、謎理論が多い。これは、例えば、主人公の武器である剣舞刀なのですが、切れ味をなくすと、破壊力が上がるという謎理論からして納得できないんですよね。後に、切れ味に特化しすぎて高度が低く、刀で相手の攻撃を受けると折れてしまうという永山刀という刀が出てくるのですが、攻撃を受けると壊れてしまうくらいの強度なのに、なぜか、コンカリはスパスパと切れるんですよね。あと、理論の破綻という意味では、異常なまでのパワーインフレも挙げられると思います。序盤では、主人公の剣舞刀で、コンクリの一部が欠けるくらいで驚くべき強さであることを表現していたのに、その8話後には、コンクリをスパスパ切り始めますからね。まあ、少年漫画に理論とか言い出してもね。いやいや、もちろん突っ込みすぎるのは野暮だと思うんですけどね。我々読者は上手に騙してほしいわけですよ。と、矢継ぎ早に話しましたが、このあたりが打ち切りになった要因かなぁと個人的には思っています。では、最終的な展開ですが、ヒロイン奪還編の最後、ラスボスとの真剣勝負で幕を閉じます。突撃系の居合という謎技を持つラスボスに対し、覚醒という勝ちパターンに入って、双流戦、イカスチみたいな技で勝利するザン。ただ、この真剣勝負で致命傷を負ってしまいます。しかし、その1ヶ月後、そこには元気なザンの姿が。これからも本物の武士になるために頑張る。という折れたたエンドで終わらせるところも王道からブレずに好印象ですね。というか登場するキャラクターそれぞれが自身の武士道みたいなものを語ったりするのですが、人の真剣勝負の最中に後ろから切りつけるやつがいたり、俺は、忍者だ、とか言い出す奴がいたりで、この世界の武士とは一体何なのだ、と考えさせられました。はい、このように色々と酷評してしまいましたが、何回か読んでみると、月島さんの闘神は、なんだか可愛く見えてきたりするので、そこはグッドです。女性キャラクターが極端に少ない作品ですが、歴史的には存在しなかった女性の武士の心情とか、扱われていったら面白かったかな、とも思ったり、というわけで、打ち切り漫画レビュー1作目に挑戦してみました。1作目なので、打ち切り漫画指数は10段階中星5とさせていただきます。この星の数が、今後のレビューの基準となるので、お楽しみに。星が多いのがいいのか少ないのがいいのかわからねえよ。というわけでここまでご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録や感想のコメント、月島さん可愛くね。などのコメント待っています。それではまたお会いしましょう。バイバイ。
この動画はこれで打ち切りです。まんちゃん先生の次回作にご期待ください。